ご覧いただきありがとうございます。ラスタリーです。本日ご紹介するのは、クロケットジョーンズセミブローグポール・スチュアート・一ッチのお品になります。今回は、今週はスエード特集という形で、かなりスエード靴をピックアップしてご紹介しています。特に今回注目の一足を動画でご紹介していきたいかなと思いまして、 こちらをご用意いたたししま名義としては長年紳士服の専門店として百貨店にも出店の多いポール・スチュアートからのリリースになっていますそのポール・スチュアートがクロケットジョーンズに製造委託したものになりますポール・スチュアートはクロケットジョーンズ以外にもグレンソンとかチーニーあとはエダード・グリーンもそうでしたね でえー、と日本の製造では確か大塚製菓にも製採択していたと思いますで、えー、こちらはクロケットジョーンズの中でも、はいえー、このようにハンドグレードラインの、えー、お品になりますで、えー、ハンドグレードの名機があるのでおそらく、えー、90年代の後半以降ではあるかなと推定はしているんですけどもちょっと詳しい製造時期は、えー、定かではありません、はい このようにお見せしました通り、ソールもハンドグレードラインの、えーまあ、一つのポイントでもあるヒルンチャネルになっていますけども、えー、ソックシートは、えー、現在のハンドグレードの定番のフルソックでは、えー、ございません。はい、半磁タイプのソックシートになっています。はいえー、アッパーは毛足の短い、えー、スウェードですね、えー。非常に滑らかな質感になっています。えー、発色は、えー、ブラウンにはブラウンなんですけども、 えー、すごく発色がいいという感じのブラウンではない何というか、えー、こう目立ちすぎないような発色の良すぎないブラウンになっていますで、えー、それに加えて、えー、つま先のパンチングも小さめで、えー、そのつま先以外は、えー、飾りは特にない排除しているような形でスッキリとした印象がございます、えー、秋冬 という印象の多い、えー、ブラウンスードですけども、えー、こちらは春夏でも取り入れやすい、えー、爽やかさのある一足に仕上がっているかなと思います、はいえー、使用感を見ていきたいと思いますこちらは当店での扱いは S ランクと、えー、扱わさせていただいています、えー、先ほども一しました通り、えー、未使用品の扱いとなっております、はい、ただ、えー、やや若干製造が古いものかとは思いますので えー、そういうちょっと経年した箇所はございます、えー、例えば、えー、特にちょっと左足の方ですかねはい、えー、リフトの、えー、ゴムの部分が少し硬化しているような感じがします若干ひび割れが入っているような感じですので、まあ、もしかすると、えー、劣化がちょっと早いかもしれないですねはいあとこちらはツリーが付属しますがこちらはダンケルマン社の おそらくライム材のワックス加工をしたタイプのシューツリーですね、はい、この手のタイプのツリーは結構な確率でこのようなオレンジの変色が見られますこれはもう未使用の時からなることが多いものですね通常使用には特に問題はございませんちょっとこう見栄えが悪いですけども、まあ、収めた時は特にこの辺りが見えないので、はい、その辺りは多少ちょっと目をつむっていただきたいところでありますエダードグリーンの一昔前の ツリーとかもこのようながありましたねこれだけでも今買うと2万円前後するお品ですのでそれを含めるとかなりお買い得かなと思いますあとはアッパーとかには特に大きなスれとかはないかなと思います何か暗くが入ったりとかそういう箇所も特に見受けられなかったのでその辺りは安心していただけるかなと思いますサイズ感2枚りたいと思いますこちらはラストが えー、297ラストの 7E となっています、えー、特に癖のあるような感じではない、えー、一般的な UK7E のサイズ感と思っていただいて問題ないかなと思います、はいえー、他社のブランドのサイズ感で比較しますと、えー、オールデンのバリーラストで、えー、7ハーフ D やえー、エドワード・グリーンのニーマリンラストでセブンイー、e、を履いている方がおよそ適合するサイズとなります、えー、その他サイズ感に不安ございましたら下のコメント欄また当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ、えー、こちらはプレメンテナンス済みですので到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします、えー、動画では詳しくはご紹介していませんが、えー、同じようにこちらポール・シチュアート・ベッチュのハンドグレードラインでウェストミンサーのスエドもちょっとこちらは濃いめですね ももものの入っていいまますので、えー、ぜひこちらもご検討くださいませ、はいえー、ポール・シャート・別注のイングランド製のお品全般的にすごくこう質感のいいものが多いかなという、えー、印象がございます、はい、今まで入荷した中でもやっぱり、えー、いい部いい部材使っているなっていうようなものが、えー、多いかなと思っておりますねはい、えー、かなりご満足いただける一足かなと思いますので、えー、ぜひとも、えー、サイズが合いそうなお客様ご検討くださいませ よろしくお願いいたします失礼いたします